かなさんが来ていただいております。では、いいかっこの浦さんからです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はリハも呼ばれず、台本も渡されず、22時からスタートっていう、この扱い、いよいよカプコン TV のスタッフがみんなヘラヘラしてるけど、もはや台本もないんで自由気ままにあれですけど、あ、そうですね、台本もね、そんなに書いてない。本当ですか、こんなの渡されてないですけど、何も出てない。聞いてください。なるほど、なるほど、過剰書きですか。理解しました。理解しました、大丈夫です。イカポンでは、はい、まあ、平成最後ということを理由にですね、昭和時代からの懐かしいゲームの、グッズというのを大量に予約取ってます。じゃあその一つが、あれ、ウッチーさんも来てくれるかな。はい、うわ、え、おあれ、すごい、あー、おー、うわー、え、はい、そう、はい、ファイナルファイトと、あと、天地を喰らう、天地を喰らう、あ、天地を喰らう、はい、うわ、例えば、あれだ、リアベルトコンベアで、あー、ベルト、そう、ストラクションのやつですね。やった、はい、これとかですね、ここ、もうみんなから作った人たちからいろいろ渡されて、もはやもう何が何だかなんですけど、めっちゃいっぱい T シャツ、もうあの巻きでね、全然、全然、まあ、すごい、ガッポン、いろんな格好ある、ガッポンのロゴ T です。あれ、これ新しいよね、どっちか。そうなんです、ちょっと違うやつですよね、はい、今までも何パターンか出してるんですけど、はい、このちょっとレトロな感じのカタカナで、うん、かつですね、裏とかにも何にもデザインが入っていないので、はい、めちゃくちゃ着やすい商品。はい、これ欲しい。社員が来てしまう。これ欲しいな。本当ですか。買う買う買う。うおー、店長の狼。やばー。すげー。笑ってもらいたいし。戦場の狼とか。まんまのまんまですよ。あともう、ソンソンね。うおー、やばソンソン、ちょっと可愛い。そう。それ、いや、もう生まれていらっしゃらないと思います。かなり古いと思いますよ。はい、83年、4年ぐらい、それぐらいですね。あとはまあブレスオブファイア、おー、あー、いいですね。はい、とか、まだある、ストライダーヒリューとか、ストライダーヒリューとか、これあのロゴだけの男らしい T シャツがあります。いや、いいですね、自分の名前が胸に書かれてるやつ。そうなんです、平さんに戦場の狼来てもらって、いやいや、こんなぽっちゃりした戦場の狼おらん。ほんまにって言われるやつ、まだまだいっぱいあるんですけど、もうめちゃ巻きで紹介しますと、めちゃ巻かなくていいですよ、あなたが帰りたいみたいになってます。そんなことです、現物じゃなくて、はい、こういうですね、あのスマホ手帳ですね、これ、手帳型の、そうなんです、懐かしいゲームみたいな手帳型スマホ超マなんですけど、まさかのファイナルファイトタフを商品化してたんです。多分初めてなんじゃないかな、タフの方ですかね、はい、超魔界村と、あとはまあキャプテンコマンドもありつつも、ちょっと拡大しすぎてしまったんですけど、一番売れてるのがまさかの、あ、そうです、ロックマンズサッカーという、ね、サッカー、はい、サッカー、このロックマンズサッカーがグッズになったの一番初めて見ますけど ね、 そうですね、これがめちゃくちゃ売れてる、はい、サッカーゲームがありまして、サッカーをするというゲームで、ニヤッとしてこうポチっちゃうんですよね。そうなんですよ、だから懐かしいなみたいな感じで、はい、ありがとうございます。で、いい、今ご紹介したものの同じデザインの、はい、あのゼロとかなんですけど、このモバイルバッテリーです、ね、モバイルバッテリー、デザインのモバイルバッテリーもご用意しております。なるほど、これもすごい、こんなのもありつつ、さらにですね、いいいいいい、あ、もう、あ、すいませんね、本当にもう介護が必要です、すいません、いや、いっぱいありすぎて、うん、じゃん、これスマホの今流行ってるんですけど、はい、で指を挟んで持つタイプの、すごい、はい、こういうのがあるんですけど、これ、だって、そうなんですよ、流行ってるんだ、そうなんですよ、これすごい、落とす人がいる、あ、そうそうそう、落とす人がいるので指に挟んでから落とさないですし、あとあのピンクだったらちょっと指ひねっちゃうかもみたいのもない、で、さらに立ってって動画を見ることもあるんです、スタンドでもある、はい、で、これもですね、ちょっとタイトルが強烈にマニアックなんですけども、はい、あのなぜこうなったって感じなんですか、はい、ストリートファイター0とストリートファイター3とジャスティス学園とヴァンパイアと6番ダッシュという、はい、真ん中にダンが、あ、そうです、そうです、ダンが、ね、はい、こういう商品もご用意しておりまして、ジャス学ですよ、ジャス学園、なかなかいいラインナップですね、そうなんですよ、で、ジャスティス学園と言いますと、じゃん、なんと2019年に新作のイラスト、じゃん、これ、ジャス学の、なんかすごいタッチ、タッチこんなんでしたっけ、
いや、これがまさしくキライトさんという、うん、あのうちで新しい新人 の, あのデザイナーの描、はい、いてくれた、新しい、そうなんですよ、ちょっとなんか綺麗な女の子いっぱいのちょっと一時休戦みたいな感じのイラストですね、うん、こういう学装アートがあったりとか、あと同じく学装アートでじゃん、超かっこいい、はい、かっこいい、これはうちさんからご説明の方がいい、はい、ロックマン X、アニバーサリーコレクション、うん、でですね、数々のイラストを描き下ろした水野圭介というですね、デザイン室の人間がいるんですが、その水野圭介が、オリジナルでアレンジした X と0とアクセルというですね、渋いな、この描き下ろし、めちゃくちゃかっこいいな、そうなんですよ、色も発色もものすごく綺麗でして、綺麗、現代、うわこれめちゃめちゃいい、これめちゃめちゃいいです、めちゃめちゃいい、めっちゃ綺麗やん、それ見てから宇宙さん見てふざけんなって思う、溶けすぎだろ、溶けちゃって、他にもね、色が一人信号機みたいな他にも、同じようにストリートファイターのイラストだったりとか、はい、これ猫がいっぱい描いたり可愛いんですが、ホラーでしたりとか、アナウンサーとか、いろいろありまして、そしてまさかの2019年にガイストクラッシャーですね、ガイストクラッシャー強気の新作グッズも出しました、新作グッズ、ガイストクラッシャー超爆盛り大型あのタオルというものを出して、今回あのこのサイファーというですねキャラクターを新たにまた書き下ろしてもらっております。で、これは他のガイストクラッシャーのメンバーに比べると身長が高いので、なんと高さ200センチもある。でかい。うわ、ちょっと出てもちょっと出てますもんね。うわ。さあ、はい、こんな感じでいろいろあるのですが、今日はね、ゆるTということで、かつてあのモンハンもご紹介いただきましたが、じゃん、ロックマンのゆるいTシャツも作りました。あら。これは面白い、これは面白い、はい、これは面白いはロックマン X8 のパッケージの裏に書いてあって、うん、はい、みんながざわっとしたこれは面白い、パッケージの裏にこれは面白いって書いてあるぞ、おい自分で言っちゃったって大丈夫かみたいな自社で言っちゃったってね、そうですね、それをいじってみたという、そうそうそう、いいですね、こういうのとか、あとじゃーん、はい、これ私の挨拶に使わせてもらってるメットールをですね、メットールだ、 T シャツにしてほしいなと軽はずみなことを言ったら、うわ、カナさんが採用してくれてですね、うわ、すごい、何としても売っていかなければいけない、メットールを、はい、はい、面白い、何としても売っていかなきゃいけない、他にもあのちょっとロックマンゼロからこういう T シャツ、これはキャッチコピー、そして全てがゼロになる、はいはいはい、この投げやりなロックマンっていう文字がね端っこに書いてありますが、うん、そこも見たい、いろいろこんな感じで形に装備した前、これはライフ博士が言うセリフですね、全然わかんないな、俺って、全然わかんないなとか言うじゃない、社内の人が言う、覚えなさいよちょっととか、はい、鼻からロングソー、これはロックマンエグゼ、鼻からロングソーだ、こういうセリフがあるんです、鼻からロングソー、鼻から出てるんじゃない、鼻から、最初からってことですよね、鼻からです、鼻から、鼻からロングソードを出すよっていうちょっとユーモアのあるシーンがある、そうなんですね、なるほど、大道芸の大道芸っぽい感じね、はい、他にも、はい、そうですね、選ばれし者のロックコンセプト、これは、ロックマンゼクスですね、かっこいい、かっこいい、すごい、じゃん、これ見ようによっちゃだいぶ危ない感じもするんですが、これは流星のロックマンですね、はい、電波変化という形で変身をするロックマンでしたので、あ、全部、あ、違う、最後、これは、はい、じゃん、これは、ね、分かる人には分かる、はい、ロックマンダッシュのロールちゃんがですね、はい、ロックの装備を全部お金が、ね、ないから売ってしまうというシーンがあるんですよ、うん、はいはいはい、それで一生懸命、ね、集めて作ってきた自分の、ね、かっこいい装備全部売られてしまうというシーンで言われる一言でございます、ね、はい、という感じで、はい、ティュンティュン、ティュンティュン、ティュンティュン、もういっぱいありすぎてティュンティュン、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 ティュンがもしやない、ティュンティュンがない、ティュンティュン、ティュンティュン置いてきた可能性がありますね、この他にもあるよ、あ、そうそうそう、ぜひ色違いをご用意してますので、ぜひはい、ご覧いただければと思います、あとはまだ大丈夫かな、大丈夫、大丈夫、今もう予約できるんですか、あ、そうです。もう予約受付しておりますので、お待ちしております。すごいな。で、他にもですね、今日ピンチを食らうはやばい。あら、天から、狼グッズも。わ、これ。ティッシュケース。いや、これちょっと。そうなんです。口から出ない。痛い。うわー。口から。
すごい。見えるかな。プルンとこうティッシュがこういう風に使える。エクトプラズムみたい。もやーんと。で、これをですね、あの今イーカプコンで買ってくれた方にはこういうのをダウンロードできる。ものがついてます。で、これをどうやって使うのかというと、まさか全くもって何の役にも立たないんですが、こうやって挟んで、あら、というかわいい、かわいい、ただかわいいだけという、かわいい、かわいいだけの存在という、おもろ、はい、かわいい、いやいいですね。自分でハサミで切って？あ、そうです。自分でハサミで切って、はい、ちょっとちょっと労力かかりますが、あとは透明のこういう、あ、綺麗、これすごいガラスのお皿とか。あります。すごいおしゃれ、しかも、はい、めちゃくちゃおしゃれ。されてますね。はい、こういうのでしたりとか、あとは、じゃん、扇子ですね。こう。こんな感じの。はい。綺麗。はい。とか。はい。うわ。あとはまあスマホ。どんどんって。スマホ持ってちょ。スマホ持ってちょ。お。こんな。かわいい。かわいい和菓子で。すごい可愛い絵が描いてある。すごいセンス。これ全てのタイプにいけるですね。マルチタイプでいけるやつでございます。うん、あ、もう置ききれなくなってしまいましたが。あ、忘れてた。オールカプコンはですね、まさかヴァンパイアハンターとスーパーストリートファイター 2X のグッズがこんな感じでアクキーがあったりとか。はい、アクリルキーホルダーですね。これはあの90年代に、ピンズとかに描き下ろされた用の絵を復刻して、今風に、はい、描き下ろしてもらっても、これも予約受付中です。懐かしい、嬉しいですよ。すごい多いですよね。はい、そして最後にじゃん、まさかのここで急に逆転裁判ワンツースリーの紹介を挟んでしまうという、あら、オールカップですか。そうなんです。カンペも渡されまして、カンペもカンペ担当者が違うとカンペを渡されてしまうという、はい、一番のですね、イーカプコンのこの限定版、ありがとうございます。ポイントはですね、このじゃん、たくみしゅうさんの書き下ろしのですね、シナリオが楽しめるドラマ CD、うん、これがドラマ CD、はい、ドラマ CD がまずついております。そしてじゃん、こちらが岩本さんの書き下ろしのですね、イラストの、うんうん、飾れるものに、あ、すごい、飾れるキャンバス、キャンバスですね、ちっちゃいキャンバスなんですけど、うん、そしてもう一つが、バーン、大穂くん、大穂くんの、これ人形なんですけど、これ外して自分で組み立てると稼働するっていう新しいタイプのアクリルです。ちゃんとあの伊藤の子刑事が作ったあの大穂くんなんで、結構ボロボロなんですね、見た目がね、はい、っていうものもあります。ネジで組み立てて遊んでください。そしてですね、じゃん、買ってくれた方々にはですね、トノサマンカード、じゃん、これも手作りなんでマジ本当ペラペラなんですけど、あのトノサマンカード、実際はちゃんとしたやつなんですけど、でも、はい、手作りなんで、こういうのが、はい、つきます。さらに限定版をご購入いただいた方に対象にですね、うわ、声優さんの豪華色紙が当たるというキャンペーンを、はい、行っております。うん、すごい豪華。以上です。うわー、はい、すごい。ティュンティュンだ。あ、ティュンティュンあった。ティュンティュン、これがティュンティュンですね。はいはいはい。このあのパーって飛び散ってるあのロックマンがやられてしまって、ティュンティュンってなった時のあれをやってるという。そうだ、はい、こちらこの T シャツフォントが面白いですね。あ、そうなんです、全部オリジナルでイメージに合わせて。全然知らなくても可愛く着れますよね。そうですよ、できるだけ、はい、緩いのを作りたいなと思います。こんなん原宿着てったらどこで買ったんですよ、ね、そういう本当ですか。あ、そう、それがね、逆にそれが、これは企画もう二度とないですよ。そうなんですよ、なんかもう平成最後って言ったら社内でも通るかなと思っていろいろや、なんか突っ込んでみたら意外と OK だったっていう、そういう裏話もありそうです。かっこいい、はい、ということでイカプコンあの盛りだくさんでいろいろ予約受付しておりますので、うん、ぜひ皆さんイカプコンの方に遊びに来ていただければと思います。いやー、かなさんありがとうございます、はい、年に1回しか出れないのに早速使ってしまったということはきっといろんなタイトルあるから。あー、でも良いお年を。良い